誰だ、俺の貴重な休みを邪魔する奴は。俺の名前は相川智也。うだつが上がらない冴えない日常を送る普通のサラリーマンだ。平日は仕事に明け暮れ、土日は泥のように眠る。そんな俺の休日を邪魔したのは、なんと…うわっ、やっと会えた。久しぶりだね、智也さん。約束通り会いに来たよ。うわっ、絶世の美女だった。どちら様？私のこと覚えてないの？俺にこんな美人の知り合いなんて。ひどい。え？あんなことしたのに。はい？二人だけの素敵な夜を過ごしたじゃない。いやいや、ちょっと待て、何か誤解して。私、初めてだったのに。で、ここじゃご近所さんの目が。うわ、うわかったから、一旦中に入って。数分後、部屋にあげたはいいものの、この子一体誰なんだ？めちゃくちゃ美人だけど、いいとこのお嬢さん。智也さん。はい。私のこと、本当に覚えてないの？それから彼女、三橋楓さんは少しずつ俺たちのことを話してくれた。俺と三橋さんが出会ったのは6年前。まだ俺が新卒の社会人だった頃の話だ。飲みすぎたって。あ、今何か動いたような。もしかして猫？おい、出ておいで。って人、こんなところで何を。なあ、うっせえ、話しかけんな。一言目がこれ。もう来やがったのか。もしかして追われてるのか。てめえに関係ねえだろ、ほっとけ。おい、いたか。まだ近くにいるはずだ、探せ。何かあったんだな。見たところまだ幼いし、放っておけないか。こっち。ちょ、足を怪我していた彼女を俺はかくまうために近くの自宅へと案内したらしい。そこで手当てし、そのまま1時間ほど身を隠してもらったのだとか。もうあいつらはいないみたいだけど、足だいぶ腫れてきたな。痛みもきつそうだし、送るから。はあ、そんなこと頼んでな。いいから、こういう時は大人を頼れ。こうして彼女が暮らす施設まで送り届けることに。家の事情で幼い頃に施設へと引き取られた彼女は、この時期は大変荒れていたそうだ。なあ、なんで追われてたんだ？家族が欲しかったから。ん？家族なら施設にいるだろ。施設の人たちは一緒に住んでるけど家族にはなれない。だから私は、仲間は家族が合言葉のレディースに入った。今日、おとりになれば本当の家族にしてやるって言われたんだ。まあ、そんな理由か。それならさっさとレディースなんてやめろ。な、私が何しようがてめえに関係ねえだろ。私の何がわかんだよ。そいつらが楓を家族だと思ってないことはわかる。まずは自分を大切にしろ。家族はそれからだ。自分を大切にしない奴に家族なんて無理だぞ。じゃあ、お前がなってくれんのかよ、私の家族に。これで楓が辞めれば俺にも責任があるし、ちゃんと真面目になって自分を大切にできるようになれば考えてやるよ。本当か？まあ、でも一緒にお酒も飲みたいから、二十歳の頃に覚えてたらまた家まで来な。約束だぞ。その後、俺は彼女を送り届け、連絡を取ることはなかった。しかし、彼女は約束通りレディースを辞め、真面目になる努力をしたそうだ。今は近くの小岩短大に通っているらしい。そして、約束の二十歳になった今日、ここまで会いに来たとのことだった。いいえ、引っ越してなくてよかった。ああ、いくらなんでも変わりすぎだろう。これからよろしくね、旦那様。は、旦那様？これからよろしくって。私、覚悟してきたから、家も引き払ってきたの。家族になるってことは、結婚するってことでしょ。いや、それは、とにかく今日のところは。まさか、家がない女の子を放り出したりしないよね。嘘だろ。
こうして俺は半ば強制的に彼女と一緒に暮らすことになってしまった。しかし独身男の狭い一人暮らし部屋なんて嫌だろ。すぐ新しい家を探して出ていくと思っていたのだけど、翌朝、さ、トモヤさ、起きてってば。あと10分。あ、もう仕方ないな。起きてくれないとキスしちゃうよ。キス？あ？お、起きた。じゃあ今何言って。あとちょっとだったのにな。なんで残念がってるんだよ。1時間後。これお昼に食べてね。弁当を作ったのか、俺のために。もちろん、智也さんのことを思って作ったから。好物の唐揚げも入ってるよ。なんで俺の好物を知って。愛の力。言ってることはともかく、せっかく作ってくれたんだ。これは素直にお礼を伝えるべきだよな。ありがとう、三橋さん。なんで無言。三橋さんなんてよそよそしいのやだ。前みたいに名前で呼んでほしいな。そんなこと言われても、昔と違って今は女性って感じがするし。ほら、楓でだよ。三橋さん、ちくか、え、で、わかったから、か、楓、行ってきます。行ってらっしゃい。久しぶりの名前呼び、最高に幸せ。ともやさん、好きすぎる。そして家に帰れば。今日も家にいるんだよな。よし、落ち着いて、大人らしく。あかり、ともやさん。あ、どうしたの。奥さんのお出迎え嬉しくない。奥さんじゃないし、てかそうじゃなくて。なんで開ける前に帰ってきたってわかったんだよ。愛の力。かわいいかよ。俺にはだいぶ適応能力があったらしい。気づけば楓のいる生活に順応し、3週間が経っていた。楓も出ていくどころか、うちでの生活にすっかり馴染んでいる。いつもふざけた様子の楓だが、ちゃんと真面目な一面もあって。ただいまって寝てるのか。こんなところで寝ると風邪ひくぞ。ともやさん、そんなのまだ早いっては。どんな夢見てるんだよ。お、保育原理、難しそう。こんなこと勉強してるなんて本当に真面目になったんだ。ここまで大変だっただろうな。よく頑張ったな。寝顔はまだまだ子供みたいだけど、頑張り屋で。本当に楓は。ねえ、まだキスしてくれないの。どう、起きてたのかよ。トモヤさんがいつキスしてくれるかなってずっと待ってたの。しないから。じゃあもう一回なでなでして。いいからもう寝ろ。こんな感じで賑やかな日々が過ぎ、1ヶ月が経とうとしていた。冬のアイスって無性に食べたくなるんだよね。わかるわかる。それにしても寒いな。早く家に帰ろう。そういえばあの日も寒かったな。今日みたいに星も綺麗で。楓、どうした。おんぶ。え、あの時みたいにおんぶして。いや、さすがに今は。ちょ、危な。トモヤさんの背中、あったかい。なあ、ちょっとだけだからな。こうしてるとあの時のことを思い出すな。私ね、変われたのはトモヤさんのおかげだと思ってるんだ。あの時自分を大切にしろって言ってくれたでしょ。それまでそんなこと考えたこともなかった。だからすごくびっくりしたの。だけどそれから自分を見つめ直すようになって、ちゃんと自分を認められるようになって、夢も見つけたんだよ。夢って。保育士になりたいの。家族がいない間も楽しく過ごせる場所を作りたいと思ったんだ。
子供たちをたっくさん楽しい気持ちにさせてあげたいの。そっか、いい夢を見つけたんだな。だからね。ん？私に出会ってくれて本当にありがとう。あ、私もっともっと頑張るからね。そ、トモヤさん大好き。ね、寝た。楓は本当にすごいな。自分を変えて夢も見つけて、こうして俺に会いに来てくれた。でも俺は社会人として過ごすうちに、いつの間にか現状に甘えて、ただ働くだけになってた気がする。このままじゃダメだ。俺こそもっと頑張らないと。楓とちゃんと家族になるために。それから俺は改めて仕事に真面目に向き合うようになった。久しぶりにやる気を出すと、思った以上に仕事がはかどるものだ。最近あいつのやる気すごくね。なんか目標ができたらしいぜ。しかし頑張ればその分新しい仕事も任されるように。残業する日が少しずつ増え、同じ家に住んでいても楓と会う時間は前と比べて減ってきていた。ただいま。おかえり。ごめん、起こしちゃったかな。寝てていいから。あ、どうした？なんでもない。お仕事お疲れ様。無理しないでね。まあ、ありがとう。おやすみ。なんか元気がなかったような。寝ぼけてただけか。それから数日後、来月から本社勤務が決まったぞ。これで俺はやっと。ただいま、楓、話があるんだ。とうとうこの日が来ちゃったんだね。え、楓、もしかして気づいてたのか？うん、だって最近帰りが遅かったし。ああ、ごめんな。でもそのおかげで好きな人できたんだよね。は？大丈夫、私覚悟できてるから。ちょっと待った、話をちゃんと。もう分かってるってば。楓。10分後。楓、一体どこに？あそこか。楓。智也さん、やっと見つけた。もしかしたらここにいるかもって思って。うん、ここは私と智也さんが初めて会った場所だから、最後に来たくて。最後？さっきは取り乱してごめんね。もう大丈夫だよ。いや、だから最近帰りが遅いのも、家で食事しないのも、好きな人と会ってるからだったんだよね。香水の匂いがした時もあったし、本当はずっと気づいてたんだ。でも智也さんと一緒にいたくて見て見ぬふりしてたの。じゃあ、私寂しいけど智也さんの幸せのためなら我慢する。だから。ちょっと待って、勘違いだから。え？帰りが遅かったのは残業、家で食事しなかったのは接待とか増えて胃の調子が悪かったからで。で、ごめん、俺もちゃんと説明できてなかったか。香水は多分接待で行った飲み屋のお姉ちゃんだな。そうなの？ごめん、私てっきり別れ話だと。違うよ、俺本社への打診があってさ、今日はその報告がしたかったんだ。そうだったんだ。本社なんて昇進だね、おめでとう。そっか、でも本社勤務なら離れ離れに。ならないから、本社って言ってもここから通えるんだよ。それに俺、楓と離れる気ないし。それって。俺さ、楓と胸を張って一緒にいられるように仕事をまた頑張り始めたんだ。奥さんをもらうなら稼ぎもいるし、真面目にしっかり働いた方がいいだろ。奥さん？楓、俺と家族になってくれないか？ちゃんと幸せにするから。あ、もちろん、私も智也さんを幸せにする。そうだな、二人で幸せになろう。あれから一年が経った。俺は真面目に働き続け、今は本社で新人教育を担当している。楓はというと、夢を叶え保育園で就職、園児たちに囲まれ楽しそうな日々だ。そして今日は再会した時、
約束を忘れられててショックだったな。あれはごめん。なんてね。もういいんだ。今日私の夢が叶うから。あ、保育士にはもうなっただろ。もう一つの夢だよ。あ、智也さんと本当の家族になる夢。楓が約束を覚えていてくれたおかげで、俺たち二人は家族になれた。俺は彼女に一生頭が上がらないだろう。あと一人家族が増えるのだが、それはもう少し先の話だ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。